じめないでください。入りがこの声を聞いてもいじめる人はもうそういうことですよ。そういうことの人しかいいヒント持てる。人でなしっていうことですよ。アルマ君ってこの声しんどいシリーズの時もマリカの動画作るの、うん、ああまあ一応私でありますけど編集の人に、はい、分かんないですもうね。あの動画ってアルマ君の激しいリアクション、うん、あってこそみたいなとこも分かる。いつもとテイストは変わりそう。うわーって叫んでるところめっちゃ見てしまう、うん、はあやだやだ。アルマ君今日それやったら喉壊れちゃう。せっかく治ってきたのに。喉咳出るだけやから。別に喉痛くはないから正直出そうと思えば出せる。無理できないってことでしょ基本的に。まあそうっすね。つまり忖度。そういうことになるよね。芝居でも騒がなければいいってことですか。介護マリか。まあでも今日はもう世界中うるさい人いるから大丈夫です。あから始まる。うん。あ？赤目た？うんやろうね。赤見田さん違うよ、赤見田さんだよ。赤見田さんか。そうか。赤見田さん今日アベレージもいねえからな。そうだね。全員あたしな。え、リンさん強くねえか。お、やったわ。やったわ。寝ろなぁ。よいしょ。頑張れ。このおじさんに負けるな。だってリンさん4位だよ。4位ナイス。やったナイス。普通にドビアが。おまんじゅう。なんでおまんじゅうなの？あのラストやってる時に外国のアメリカの少年に「はいおまんじゅう」って言われたから気に入っちゃったんだ。読み間違えたんやろなって思ってそれ気に入っちゃった。あおまおじがおまんじゅうみたいな顔してるとかじゃない。おまんじゅうみたいな顔してるから。最近ダイエットしてらっしゃるんですよね。ダイエットしてる。アクロバティックネクロマンサーだっけ、なんだっけ。パルクールね。パルクールか。パルクールやってんすか。パルクール教室行ったんよ。その体で。そう。すごい。言われたわ。ひどい。俺もパルクールの経験あるからわかるけど、あれ本当に体重落とさないと危険やから足腰。パルクールって何。なんか。走ったり、極端なこと言うとビルからビルの間ジャンプで飛ぶみたいな。壁走りみたいなとか、めちゃめちゃ極端なこともできる。龍が如くあれはね、フリーランニングって若干ちょっと違うけど。パルクールは施設があるからね。そうですね。なんか岩登るやつは。ロックライン。あれは違う。ボルダリングとか。でもなんか似てます。ボルダリングボルダリングのが近そう。うん。まあ今言って。